ランマ2分の1の完結編をアニメ化か映画化するんじゃないでしょうか。なりほー、キャラクエでー。今回はなんとツイッター界についにご降臨なされた我らの高橋留美子先生について、いつからツイッターを始めたのか、どんなことをしてはるんか、みんなどんな反応やったんか、なんでこのタイミングなのか、何か意図があるんじゃないかということでお話ししていきたいと思います。さらに今回はゲストに村娘の M ちゃんが来てくれてます。村娘の M やで。村娘から M を取って M ちゃんって呼んでな。M ちゃんの人気次第でこれから動画にレギュラー入りするかどうか決めさせてもらうんで頑張ってください。マジか、めんどくさいな。じゃあ応援よろしくな。他力本願でいくわ。と M ちゃんは口が悪いですが犬夜叉好きのいいやつなんで、これからよろしくお願いしますやで。それでは早速夜叉行していきましょう。え、これ犬夜叉夜叉姫メインの動画ちゃうのに夜叉行な。ちゃんと関係してるからいいの。レッツ夜叉行。強引やな。ご降臨、高橋留美子先生。はい、留美子先生、ほぼ公式ツイッター開設ということでね、全人類が歓喜したわけですよ。全人類は言い過ぎやろ。留美子先生といえば、犬夜叉やうるせえやつら、魔女の一国の作者様で、昔から国内、海外でもめちゃくちゃファンが多いんで、全人類と言っても過言じゃないよ。たくさんの人が喜んでいるってことやね。今まで高橋留美子先生のツイッターっていうのがなくて、サンデーの担当編集さんがやりませんかって声をかけたんやって。つい先日6月1日にアカウント開設しまして、1時間で5万人にフォローされて、あっという間に10時間後には20万フォローとね、ゴリゴリ人数増えていってます。めっちゃ需要があったってことやな。キャラコのツイッターとは大違いやな。600人って嫌われてんの？ M ちゃん、私のことはいいのよ。そのうちきっとじわじわ増えてくれると信じてるから。話戻します。初投稿は高橋留美子からのお知らせっていう内容で、アップされてたこの画像がなんと超可愛いんです。見て見て、サムネにもしたんやけど、ラムちゃん、最近の先生の画風のラムちゃん、ちょっとマオっぽい作風のラムちゃん。パイの形が素晴らしいな。な、ネット弱者の私に代わって担当編集が公式ツイッターを開設してくれました。様々な情報をこちらで告知するとのことです。気軽に見に来てください。2021年6月って書いてあんねん。下の方にアマビエっぽいキャラがコロナ退散って言うてんねん。甘エビ？美味しそうやな。甘エビちゃうよ、アマビエ。アマビエは日本の妖怪やで。疫病退散に御利益があるっていうことで、だいぶ前から流行してる某ウイルスのコロスケが早く終わりますようにっていう感じで、アマビエが人気なんやで。先生も早くコロスケ退散ってことで、京子さんのエプロンのピヨピヨアマビエバージョンっぽいやつを書いてくれてんねん。ラムちゃんはこの後鳥っぽい甘エビを食べる絵なん？甘エビは妖怪ちゃうで。え？え？サインよく見たらこれ甲が走ってない？走ってるように見えるけど、これはルミコって書いてんねんで。アカウント名は高橋ルミコ情報。アカウント名高橋留美子情報ってなってるけど、ほんまに本人なん？なりすましなんちゃう？これは留美子先生公式ツイッターやねんけど、先生ネット弱者やってさっき言うてたやろ。先生は現在も連載を抱えてて忙しいし大変やから、このアカウントのツイートは担当編集さんが代わりにツイートしてるっぽいねん。先生の公式って書いてて代わりにツイートしてはるけど公式やで。ちなみに解説してくれたのは担当編集さんの森健さん。先生と相談して公式ツイッターを作ることにしました。先生の情報やこぼれ話などできたらいいなと思っています。いろいろ試行錯誤してみますので、よければ皆さんぜひ遊びに来てくださいってことです。森健さん、ありがとうやな。森健さんは週刊少年サンデーでは留美子先生以外にも、不揃い僕らは嘘をつくの由紀翔陽先生や、まなめ観察日記の小野寺心先生、グラビアなどを担当してて、さらに漫画の持ち込みや漫画の質問相談もいつでも受け付けてるっていう、この人もかなり忙しそうやで。グラビアか、ええな。これから留美子先生の活動をさらに活発に教えてくれるってことやね。留美子先生のツイッターでは6月1日から15日まで、高橋留美子先生に聞きたいことっていう質問を募集してて、その中から選ばれし15個に答えてくれるらしいよ。回答は7月1日から順次アップ予定やって、去年も実は質問募集してて、その時は1週間足らずで1000件以上の質問が来たらしいから、
今回はもっといっぱい質問来るんちゃうかな。へえ、どんな質問が来とったん？それはね、森健さんのツイッターを去年の5月まで一生懸命遡れば見れるねんけど、そんなことせんでも先生のツイッターで去年の質問の返答を毎日19時に再掲載していってくれるらしいよ。楽しみやね。みんなの反応。ついに高橋留美子先生がツイッター始めるってことで、みんなの反応がこちらです。矢吹健太郎先生に続いて高橋留美子先生までツイッターアカウント開設したのか。何が起きてるん？高橋留美子先生ツイッター始めたのめちゃくちゃ嬉しい。一回でんぐり返しした。ウェルカムトゥーツイッター。サンクユーフォーメイキングアワチャイルドフッドアンドアダルースドフィルドウィズハピネス。ワーヒアートゥーサポートユー、先生。と、喜びの声で溢れてて、犬夜叉の声優山口勝平さんは、うひょーい、ちゃんかちゃんか、そこでフォローしたよね。ラムちゃんの声優、平野文さんは、嬉しい、素敵すぎるプレゼントだっちゃ。と、漫画家さんのツイッター参入は、ツイミンにとってかなり喜ばしいこととなっています。へぇ、ルミコ先生愛されてんねんな。しやな。漫画ではどの作品が一番愛されてんの？ニトラボ調査隊さんの方で最近、高橋ルミコ作品であなたが一番好きなのはっていうアンケートを取ってたみたいやねんけど、3位がメゾン一国1490票、2位がランマ2分の1 1508票、1位はなんと犬夜叉で2327票と、一番好きなのは犬夜叉やねんて。これはこのチャンネルとしてもとても嬉しい結果ですね。嬉しいな。ルーミック作品は人生のバイブルやっていう人も多いよ。なぜこのタイミング？ところでなんでこのタイミングでツイッター開設したんやろな。それは一番気になるところやんね。なんかやろうと思ってるから開設したんやとキャラコは思ってて、5つの可能性を考えてみました。1つ目はマオがアニメ化するんじゃないかっていうことで、現在連載中のマオのアニメ化が裏で進んでて、告知をツイッターでやることで海外への発信もしやすいからかなって思いました。2つ目は半妖の夜叉姫の2の章が放送されるからってことで、秋から放送が決まってるアニメ半妖の夜叉姫をただ単に応援してほしいからなんかなっていうのも考えました。3つ目は犬夜叉の原作が今年で25周年だからってことで、1996年から連載が始まってて、実は今年で25周年やから何かのイベントを企画してるんじゃないかっていうのも考えられますね。4つ目はうるせえ奴らの再アニメ化かってことで、初めに投稿された画像にラムちゃんが描かれてたことから、うるせえ奴らを再アニメ化するんじゃないか説を唱えておきたいと思います。デジタルリマスターはもうすでにあるから、完全リメイクみたいな感じで現代の技術で再アニメ化するんじゃないでしょうか。または他のルーミック作品を再アニメ化とか考えてるんじゃないですかね。需要はあると思うんですよ。最近昔のアニメの再アニメ化がめちゃくちゃ多いもんな。シャーマンキングとかフルーツバスケットとか。やるんやったら犬夜叉今の技術で見てみたいかも。進撃の巨人みたいにとんでもないド迫力の犬夜叉見てみたいな。制作会社ちゃうからそれは難しいかもね。じゃあ夜叉姫の二の章がとんでもないド迫力で描かれるの期待しとくわ。最後5つ目はランマ2分の1の完結編をアニメ化か映画化するんじゃないでしょうか。ランマ2分の1は人気作品であるにもかかわらず、アニメが完結せずに終わってるんですね。アニメ終了後も OVA がいくつか出てるんやけど、それでも完結してなくて、今年2021年はランマ2分の1の原作が完結してから25周年ということで、アニメ化計画が進んでるのではって考えられます。完結してからって微妙やな。連載開始からじゃないん？連載開始からやと今年34年やねん。キリ悪いな。来年35周年ってことで、来年アニメ化する可能性もあるかもね。アニメ完結してほしいな。最近ランマのグッズも出てきてんねんで、怪しくない？怪しいし、シャンプーのそのジャケット欲しいな。もう会いにやなって感じで考えてんねんけど、ただ単にツイッター解説したかっただけとかやったらごめんなさい。キャラコの勝手な妄想やもんな。考察って言って。はーい。ということで、高橋留美子先生公式ツイッター解説について何か意図があるのではないかっていうことを考えてみましたが、いかがだったでしょうか。
皆さんも何か思いついたらコメントで教えてくださいね。 M へのラブコールでもかまへんで、待ってるで。高評価も待ってます。低評価でもええで、評価数多いと動画が伸びやすいねんて。知らんけど低評価はやめて。それでは次回のおやしゃこでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイビー。